中川康弘君。公明党の中川康弘でございます。私は公明党を代表して自由民主党提出政治資金規正法の一部を改正する法律案およびこれに対する修正案に賛成。立憲民主党、国民民主党、有志の会提出政治資金規正法等の一部を改正する法律案および立憲民主党提出政治資金規正法および租税特別措置法の一部を改正する法律案、同じく政治資金パーティーの開催の禁止に関する法律案に反対の立場で討論いたします。昨年末より明らかになった自民党の派閥の政治資金パーティーにおいて多額のキックバックを受けながら収支報告書に記載せず裏金化していた問題は国民の生活感覚から大きくかけ離れたものであり、断じて許されるものではありません。総理は今回の一連の議論の中で信なくば立たずとの言葉を幾度となく口にされておりますが、政治は国民の信頼があって初めて成り立つものであり、仮に国民の信頼を失えば目下の最重要課題である能登半島地震の復旧復興や物価高対策をはじめ我が国の政策を前に進めることはできません。公明党は本年を令和の政治改革元年と銘打ち、今回の政治と金の問題に対しては終始一貫して国民の信頼を取り戻す、また清潔な政治を実現するという強い信念で、1月には各党に先駆けて公明党政治改革ビジョンを発表するのとともに、4月には政治資金規正法改正案の要綱を発表をいたしました。また与党による10回にわたる実務者協議においても毎回けんけんがくがくの議論を交わし、5月9日には7項目の一致点と2項目の方向性における実効性ある改革案を取りまとめたところです。この取りまとめをもとに提出された自民党案の具体的特徴は、一つには公明党も改革の一丁目一番地と捉える政治家の監督責任と罰則の強化の明記であり、確認書の提出義務であります。この確認書については我が党がどの党にも先駆けて提案したものであり、内容は公明党案そのものであります。またこの政治家の監督責任と罰則の強化による不正に対する抑止力の向上により、これまで何回も繰り返されてきた私は知らなかったという言い逃れはできなくなると考えるのとともに、過去幾度となく許されてきたトカゲの尻尾切りなど政治家に甘い状況は一掃されるものと考えます。また二つには、政治資金の透明性向上の具体的手法として政治資金パーティーの入金方法を口座振込に限定することや預貯金による政治資金の保管も明記されました。これら2点の特徴も含め、今回の自民党案では収入も含めた外部監査の強化や収支報告書のオンライン提出およびデジタル化による透明性の向上、寄付の移動における厳格な規制の適用や個人情報およびプライバシーの保護、さらには政治資金の透明性の確保を目的とした第三者機関の活用など、これまで公明党が示した政治改革ビジョンおよび4月に発表した政治資金規正法改正案要綱のほぼすべての内容が含まれております。また自公の取りまとめではその方向性を示しながら、議論の最終盤まで一致を見ることができなかった政治資金パーティー券の公開基準の引き下げや政策活動費の使途公開およびその監査機能を有する第三者機関の設置についても党首会談における総理の英断によりその内容が決定され、今回提出された修正案において実効性ある改革案が示されたものと考えます。ここで立憲民主党に一言申し上げたいと思います。
立憲民主党は今回いわゆる政治とカネの問題を議論する政治改革特別委員会に政治資金パーティーの開催を全面禁止する法案を提出しておりますが、その委員会での審議の最中において大串選対委員長が都内での政治資金パーティーを、またあろうことか岡田幹事長が大阪での政治資金パーティーの開催を計画していることが明らかとなりました。この件に関しては先月24日の特別委員会で答弁に立った立憲民主党の法案提出者は、違法に行っているかのような印象を与えかねない発言はお控えいただきたいと釘を刺した上で、法案の成立施行前に党所属議員にパーティー開催の自粛を求めることはしないと答弁し、問題ないとの認識を示しておりましたが、常識的に考えて今回パーティーの全面禁止法案を提出し、その法案を議論している中での党幹部による政治資金パーティーの開催計画はあまりにも整合性が取れないのではないか、また現行不一致と言われても仕方ないのではないかと考えます。また5月30日掲載の朝日新聞デジタルでは、当初は同じく問題ないとの認識を示していた泉代表の発言録として、この岡田幹事長や大串選対委員長のパーティー開催について想定していなかった、ひっくり返ってのけぞって、おいそれは今この時期に幹部がやっちゃダメでしょうというのはあったとの泉代表自らの発言が報道されておりますが、泉代表は今回の岡田幹事長の大阪でのパーティーについて本当に問題ないと思っていたのか、実はのけぞるほどびっくりしたのか、その真意をぜひ聞いてみたいと思います。公明党はこんな幹部自ら反を示さない、また党内不一致でかつ党のガバナンスが機能していない政党が提出した法案を信用することはできないし、そのような政党にこの国の政治を、また日本の未来を任せるわけにはまいりません。以上自民党案に賛成する理由および立憲民主党案を信用できない理由を述べましたが、公明党はこれからも国民の皆様の政治に対する信頼を取り戻せるよう、また清潔な政治の実現、不正を許さない政治の実現に向け果敢に挑戦してまいります。さらには国民の皆様の小さな声に耳を傾け、生活者の側に立った政治を実現することをお約束をし、私の討論を終わります。ありがとうございました。